あれだ、待って、見て、あ、杉だ。こんにちは、アルです。さあ、今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。アルさん、初コメ、失礼します。クママさん。クママさんと戦うときに、最後、ロケットに行く道あるじゃないですか。そして、指令とかが出てくるとき、右上を見ててください。すると、クマモンがいます。長文失礼しました。クマモンってクマモン？あのクマモンか。ちょっと行ってみようか。よし、じゃあ黒いクマがいるみたいなんでね、ちょっと行ってみようか。クマさんつながりだし、ありそうじゃない？どこだ？クマさんと戦うとき最後にロケットに行く道あるじゃないですか。あれか、赤いところか。はい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 。ちょっと行ってみようか。多分この次の赤いね、登っていくところだと思うよね。あそこの右上ってことかな。多分ね、ここだと思うよね。ここの、おー、なんだこれ。後ろ向くと人のやつがあるんだ。これも知らなかったな。右上か。こっちを見てちょっと登っていってみましょうね。なんだこれ。あ、じいちゃんが。じいちゃーん。じいちゃんが、じいちゃんがやられました。これ何が書いてあるんだろうな。電気、人、うん。どこだ？クマモンって、黒いクマよね。はい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 。あ、指令とかが出てくるときってことは、ムービーってことか。こっちか？あ、あれだ、待って、見て、あ、次だ。待って、ちょ、これ、戻るには？じいちゃん。ちょ、待って、これ見えました？どうしよう。これ戻るにはどうしたらいいんだ？ここで、キャンプに戻ってか。ちょっともう一回行ってみっか。ちょっとあの看板他にもないかな。もう一回見てみようか。このね、赤いところになってから、あるのか？なんだあの看板。あそこしかないんかね。もっと近くで見たいんじゃけどね。情けじゃねえ。さあ来ました。ここですね。このね、あのじいちゃんがチューって座れるところに、なんかね、チラッと見えたよね。クマモンっぽいやつが。あ、じいちゃん。じいちゃん何回もごめんね。ああ。すごいことになってそうだね。危ない感じがするわ。急ぐよ、サンゴ。いただきましょう。ここで、あ、なんかもう見えるわ。あそこに、ほら。見える？右の方に、黄色い看板があって、なんかね、クマっぽい。あれ、うわ、ほんまにどっかないんかな。近くで見たいんじゃけど、ここはカメラも使えんし、リッターもスコープもないし、このムービーの時に見るしかないのか。行こう。ほらほらほら。タヌキクマも。じいちゃん、こんなになっちゃった。というわけで、あれ、クマモンじゃねえ。黒いクマだったもんね。あれはクマモンだ。こんなとこにも出張してたんだね。いや、忙しい。なんか何年か前にね、だいぶ流行ったもんね、クマモンね。いや、忙しいんだね。オーケー。クマさんつながりでこんなネタあります。じゃじゃん。初コメ失礼します。裏夜間報酬のクマ耳にカムバックがついてるのも何か含みがあるように感じました。なるほど。ちょっと見に行ってみよう。あの、オルタナのその先へっていうステージのクリア報酬で、クマ耳？クマの耳ってもらえるんですけど、カムバックだ。なるほどね。オルタナのその先に行って、クマさんってま、どっか吹っ飛んでったじゃないですか。でも、戻ってくるよ。っていうね。あれかもしれないですね。あら、かわいい。こんなかわいいのにね。まあね、今は一時的にね、この、クマさん紹介とかも、ね、ここがね、もともとはクマが鮭を加えているものが、ヒーローモードクリアすると、鮭がクマを加えているっていう状態で、まあ、やられてるんですけども、そんな状況もね、関係ねえよと。
なぜなら、いつか絶対戻ってくるからね。これはちょっとありそうだね。恐ろしい。じゃじゃーん。太郎丸です。太郎丸さん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。ホップソナーとビートタコスタンプのウェーブの音が一緒です。採用お願いします。なるほど。ちょっと聞いてみようか。ちょっとホップソナーがね、散歩で聞いた方がいいのか。よし、じゃあホップソナー行きますよ。はい。ちょっと音でっかくしてもう一回。これとビートタコスタンプってあの、1の10の敵ってことよね。ほん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 。なるほどね。まあ、やってくる攻撃自体は一緒じゃもんね。同じ効果音が使われとってもおかしくないね。ちょっと音、かなりでっかくしますね。ゲームの音ね。なるほど。ドゥ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 みたいな感じか。よし、聞きに行こう。ソーリーマン。ソーリーマン。さあ、聞いてみましょう。あ、ほんとだ。一緒じゃ一緒じゃ。ホップソナーと一緒じゃ。やべ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 。助けて。こっからの生還を見せつけてやる。もちろんね、こっから死なないですからね。ほらね、さらにこっからイクラを全部取りますよ。このステージは相手の動きを読むこと、そしてイクラの動きを見ること、それが一番大事ですからね。いやー、やばい。うわこれもしかしたら鉄球の音も一緒なんじゃない。行ってみよう。さあ来い。一緒だ。おお、一緒ですぞ。ウェーブの音は全部一緒なんだ。あ、もう一個ね。タコワサ将軍って最初このウェーブの攻撃してくるじゃん。あれ一緒かな。ちょっと調査してみるか。さあ、タコワサ将軍に来ましたね。ほい。ほい。さあ、やってきました。第3形態ですね。ちょっとゲームの音大きいんで、聞こえるかな ?BGM も鳴ってるしね。ああ、一緒だ。ドゥ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 みたいなね。オッケー。というわけで、ホップソナーのウェーブと、ビートスタンプ。ビートタコスタンプのウェーブ。そして、鉄球の、鉄球から出るウェーブ。でね、最後に、タコワサ将軍の手のバチーンってやつのウェーブ。全部同じ。ドゥ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 みたいな音でしたね。オッケー。一緒じゃ一緒じゃ。あ
あ一緒だ、ドゥ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 みたいなね。じゃじゃん、アールさん、ホラーネタです。来た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 、タラポートショッピングパークの、中央ら辺にいる大きな鍋で何かを作っているクラゲの部屋をよく見てみると、てん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 、なんじゃろう、行ってみようか。なんか変なもん作っとるクラゲおるよね。確かにね、行ってみよう。多分ね、この辺のあれじゃない、この辺のクラゲのことじゃない、このね、変なもん作っとんですよね。なんだろう、変なもん、ちょっと気持ち悪いね、これね。ホラーゲームに出てきそうな。で、美味しそうなやつに、美味しそうなやつに、部屋をよく見てみると、ん？あれ？あれ？団長。団長です。あれ？この部屋、わかった。出入り口がない。見て、完全に、あ、これか？いや、これ、あれだよね。完全に包囲されています。生まれながらにして、この部屋の中で育ったクラゲちゃんということなんでしょうか。ねえ、下から出んのか？いやいやいや、上からも出れそうにはありませんね。生まれながらにこの空間で過ごしているクラゲが、こと、多分あっちに持ったよね。ここ、2匹。ひこれだって消火栓じゃもんね。あらららら。ちなみにこの、こういうところとかにも出入り口はあるのかな？と見なさそうだよね。ないね。上からも出れんし。あ、でも、これがね、あるじゃん。出入り口がないところにこの消火栓があるじゃん。もしかしたらあれ、隠し扉なのかな？消火栓が。消火栓ここにあるでしょ？綺麗に塞がってますね。そうかい。あなた一生ここにいるのかい。売店のおばちゃんみたいなもんだな。オッケー、ちょっと怖いね。かわいそうに。まあ、クラゲちゃんなんでね。なんとかなるでしょう。オッケー。じゃじゃん。アールさん、私気づいてしまいました。知っていたらごめんなさい。ゲームを始めて階段前に立つじゃないですか。その右に行って奥の緑色の看板があるところに塩カラーズの二人のフィギュアが置いてあります。過去一応クラゲくんのフィギュアも置いてあります。以上です。長文ですいません。いつも見ています。ホラー動画好きです。頑張ってください。ありがとうございます。これはまあリターンズ扱いですね。で、バンカラ。だな。そうなんですよ。実はね、やったことあるネタ、小ネタはリターンズといってね。紹介してからね、だいぶ経つんで、ちょっともう一回し、動画にしてもいいかなっていうような感じなんですけど、結構ね、最初期にやったネタだったと思うんで、ここってことだよね。緑の看板の、ここか。え、ちょっと待って、クラゲくんもいんの？あ、これホタルちゃん。ちょ、逆だ。これアオリちゃん。ホタルちゃん。クラゲ？あ、クラゲだ。上は？これ何？マイクラの、マイクラのやつかな？マイクラといえば、皆さん、私、マインクラフトを始めておりまして、その名もアルクラというシリーズでやっております。まあ、基本的にはね、ライブでやるんですけれども、そのライブの切り抜きを、まあ、週1ぐらいでね、上げれればなと思っております。昨日も上がっておりますので、ぜひ見てやってください。で、これね、ライブ中にチャットでもらってるコメントをこんな感じでぴょ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 んってね、出していくという編集方法になっておりますので、ちょっとね、編集に時間かかるんで、一週間に一本ぐらい。まあ、切り抜きなんでね、ギュギュギューっと見どころを詰めた感じの動画になっておりますので、よろしくお願いします。っていうね、宣伝を挟みつつ。ちょっとね、マイクラっぽかったっけどね、これが。マイクラでしょ、これもう。この爆発。クリーパーみたいな。あぶねえ。いう感じですかね。オーケー。さあ、場所当てクイズやっていきましょう。このクイズはですね、皆様から送られてきた画像をもとに場所を当てるというクイズでございます。じゃじゃん。ひとりんさん、ありがとうございます。初めて場所当てに投稿します。息子、かっこ12歳が、Rさんに見つけてもらいたいと言って写真を撮りました。よろしくお願いします。オーケー。制限時間は1枚10分。でいきましょう。スタート、ポチ。で、センシティブ解除、ポチ。これはどこだ？街ではあるよね。あ、あ
あれじゃない、あそこだ。黄色いコンテナ、黄色いコンテナどこだと思ったら、見つけちったよ。これだ、これだ、これだ、ここだ。ここだ、ここだ、ここだ。ジュジュジュン、ジュジュン、ジュ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 ン、ジュン。ちょっと待ってね。こうして、黄色いコンテナだもんね、これね。こう。こうじゃない？オッケーイ。あざすー、見つけたよ。やったー。じゃじゃん。レナさん、ありがとうございます。これ投稿できていますかね？見つからない自信しかないです。マジか。ヒントは、ゴールが見えるようなステージの地形です。ゴールが見えるなステージ。なるほど。タイマーポチ、センシティブ解除ポチ。ヒーローシューターね。で、あそこに、ゴールが見える。なるほど。なるほど、なるほど。ちょっと行ってみようか。どこだ？見つからない自信しかない。ふむふむふむ。全くわかんねえ。ヒーローシューターなんだよね。ヒーローシューターでワッフル生地のところか。ここじゃないね。ワッフルがない。ないよね、ワッフル。ゴールが見えるようなステージってことは、お題クリア型じゃないってことなんよね。むずいな。総当たりしかないんだよね、こういうの。こっから別のステージに飛べたらいいんだけどな。小鳥、違うような気がするな。ここは違うね。ワッフルがないね。ここも違うな。これ霧かな？霧じゃないよね。ここでもないな。1じゃない。ゴールが見えるような地形の形。回転に気をつけてか。これも見えるよね。きらめきの高台ヘビブローも見えるし。インクが黄色いな。ヘビブローではないということか。いや、関係ないか。全然関係ないか。ワッフル生地のステージがそんなないね。意外に絞れるのか？ 5 分切るな。打ち合い、大空は違う気がする。塗りホイール。塗りホイール？意外にヒーローシューターでワッフル生地があるとこないんだね。で、大空違う。塗りホイール、微妙。ほぼワッフル生地だな。で、浮いてるものとしては、ガンダムのやつと、パラボナも浮いてんのか。塗りホイール。あそこに、ゴールがあるな。でも、あそこに、ワッフルがあって、であれをこうしてあっちにゴールっていうのはちょっと違いそうな気がする。ちょっと保留。いや、やっぱ気になるな。気になるぞ。ここ行ってみるか。いや、でもね、こう向くんよね、ゴールにね。そうなった時にあのワッフルが映らんけな。ちょっと違いそう。プロペラリフト弾む、プロペラリフト。くそ、このロード時間がな。俺が背景がワッフル生地っていうのを覚えとかにいけんのかな。やばい、あと30秒。くそ。いや、まずステージの特定ができねえ、これ。ここでもない。ああ、終わる。4。くそ。にゃー、終わった。わかんねえ。これはわからんっすわ。ちょ、探そう。もう一個もステージ入ってないのに、ステージ、ヒーローシューターのステージに入り直すだけで時間切れになっちゃうんだよね。でも、ワッフル生地は今んとこ塗りホイールだけなんよね。背景が。こんなに絞られるんだ。ワッフル生地だな、ここ。
で、ゴールがあそこ。ただ、ゴールが正面に見えてて、で、あれが、いや、ここ違う気がするな。ゴーノさん、オブソリートビュー。ちょっと保留ね。違う気がする。もうワッフル生地だな。ワッフル生地で、あそこにゴールがあり、で、ガンダムの胸部パーツに使われてるような中身が浮いてるステージであれば、あ、これこれこれ、これがね、浮いてるんですよ。ちょっとここっぽいな。行ってみよう。ここの、5の4。で、あそこにゴールがあるけ、向き的には、OK よね。うわ、ここ懐かしいな。疲労、傷で、めちゃめちゃ苦戦したよな、ここ。ここっぽいが、あの上からか。局舎でやった。どっから撮ってんだ？ね、あそこ、あ、でもこれ。あっちか。高いところから撮ってそうだよな。この辺かな。高いところから、ゴールがあそこ。あー、はい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 。あの辺ね。オッケー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 。あの辺じゃないかしら？あれがあの辺に見えるってことは、もうちょっと先か。ここもな、苦戦したぜ。ふふ。広傷で。懐かしいですね。この辺りなんじゃないかな、もしかすると。こう来て。ほらほら、この、特徴的なこの柱に乗って、こうして、で、こうか。あ、まさにここなんじゃない？よーし。ちょっと10分過ぎちゃいましたけど、見つけ切ることができました。これは嬉しいね。オーケー。記念にクリアしとこうか。オッケー、もう一人ぐらい行ってみようか。じゃじゃん。ビタンさんさんですね。ありがとうございます。このアングルありですか？なんだろう？どんなアングル？スタートポチー。センシティブ解除ポチー。なんだこれ？あー！はい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 。これいいね、これいいね。これ風船映ってますやん。風船映ってますやん。風船映ってますやん。ふふ。ちょっとテンション上がってしまった。これは風船が映ってるってことは、ハイカラステイの、多分あの風船だと、思うよね、この風船。で、液晶っぽいよね。なんだあれ。これか？もしかしてこれなのか？どうやって撮ったのこれ。こう。おーおーおーおお。待てよ。どうやってん？風船映んない。風船。こう。多分これだと思うんだけど、違うんかな。どうやって？めちゃめちゃ近いな。こう。でも風船映んないね。風船映らんじゃん。ん？どこだ、風船。あ、あったあったあった、風船あったよ。ってことは、ここなんじゃない？こっち側なのか？そこに風船が映るし、むずいの。これっぽいんだけど、あの画角にはどうやってやればいいんだい？このアングルはありですか？このアングル。待ってよ。他に、こんな掲示板がある？なんかね、ここガラスじゃん。ここなんかガラスっぽくないよね。ビタンさんさんのやつ。こう見たときに。なんかこれじゃない。これじゃないぞ。こっちか？
あ、でもこうか。あ、ここか。どうやってやったんだこれ。マジでわからん。どういう角度でやったらああなるんだ。ここだね。ここだね。で、ん?この、こう、戻る瞬間とか。これ、ここなんじゃない?こうやって、こうやっとくじゃん。で、戻る瞬間に。そんな、で、これだと、ズームじゃん。でも、ズームのあの、あれが出てないよね。どうやってやんだ?でここなんだよ。場所はここなんだけど、どうやって撮ったかがわからん。ぐねねねね。ちょっと、どうやってやったんだろう。下から撮った?あ、こっちから?の、遠いよね、これね。ちょっとこれ、どうやって撮ったか教えてください。あの辺、あそこだと思うんだけどね、あっち側。オッケー。オッケーなのかな?ちょっと同じような写真が撮れてないので答え合わせは難しいんですけど、オッケー。いやー、今日は楽しかったなー。3人やったんですけど、そうだなー、ちょっと時間切れになってしまったっていうのもあって、レナさん、ありがとうございます。今日のノージラショーです。ありがとうございます。という感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。最近ね、スプラトゥーン以外の動画も上げてるんですけれども、そうするとね、スプラトゥーンの小ネタがね、結構いっぱい、調べることができるんですよ。毎日投稿じゃないんでね。なので、ちょっと、内容の濃いスプラトゥーンの動画と、他のゲームの動画っていうのがね、混在すると思うんですけれども、ぜひよろしくお願いします。主にはマイクラですね。オッケー、チャンネル登録よろしくね。じゃあね、バイバーイ。